いやちゃうよ、ラジオです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ロイジャイの方をやっていこうと思う。で、このデッキは昔からあったテンプレではあるんですけど、俺が前クララリーグで使ったロイジャイとはちょっと違って、俺はライトニングがちょっとね、あんまりだったんで、ファイボー型にしてたんですけど、ライトニング型で、KK が、今、多分ですけど、ライドラが入っていないデッキで、これが一番強いと思います。って言ってて、今の環境でね、っていうのはやっぱりライドラがいないけど、ライトニングがあるからライドラに勝つことができるっていうのがまず一つと、やっぱりデッキ的にも穴がないので、そうですね、本当になんだろう、バランスが取れてるデッキなんですよね。今流行ってる、ペッカだとかにも勝てるし、ロイジャイなのにね、ペッカとかにも勝てるし、なんせ本当になんだろう、ライドラに強い、ライドラを入れてないにもかかわらずライドラに強いっていうのがやっぱ一番の売りですね。ってことで、行きたいと思います。俺はね、本当に、あれなんですよ。ちょっと寄付してから行くか。あれなんですよ。迫撃とかクロスにちょっと弱いイメージがあったって、自分でも自覚があったんで、だからロイジャイを練習してたんですよね。来ると思って。案の定、迫撃とかが来たんですけどね。なんで、こういうデッキもね、どんどん練習していきたいなと思ってます。初手はオーブンでいいですね。ちょっと待って、オーブン。OK。全然 OK じゃないな。止まんないんだよな、これだけだと。よいしょ。いや、6コス使っちゃうと、開幕10コス使って超渋いな、これ。いった。こんな感じですね。よいしょ。大丈夫かな、これ。ちょっと心配になってきた。よいしょ。ちょっと絵にないのバレたかな、今。あえて外したみたいな感じにならないか。絵にないのバレてたら、こういう時に攻められるんですよね。それが誰？バレてませんよ。2と。はい。オーブンもね、あと2回、あと1回か、出るんで、活かしておきたいですね。これ、行くかな？ギリギリ行くと思うんだけど。いや、ちょっと怖いな。よいしょ。OK。この位置守れるんだ。オーブンで処理していくと。よいしょ。よいしょと。はい。うまい。待って。ギャングでしょ。ギャング吹きや工場を言うの、ペッカだな。ペッカっぽい。ペッカっぽいんで、で、ライドラもいるんですよ、きっと。なんで、まだね、まだ、これを後ろからロイジャイ出しても、ペッカとライドラにしばかれるだけなんで、後ろからライドラ出してきたらこれ出そう。ああ、そうやって守ってくる。だるいですね、非常に。やだなー。すごいめんどくさいな。これ来るんだよな、絶対に。来ないね。ライトニング警戒してますね、相手も。相手なかなかできる人ですね。はい。これ絶対打たないとダメですね。ああ、美味しいな、言うの。マジで美味しい。これは美味しいですね、本当に。ああ、美味しい。それ切ったら、ペッカ来るんで。はい。相手はスタン系を何も持っていないんで。よいしょ。OK。はい。よいしょ。OK。そいつも焼いていって、まだペッカが回ってないんでね。いや、それはいける。これいける。ライドラが来ると思うんで。ライドラ来るかな。来ないな。よいしょ。オッケー。ペッカにも勝てる。オッケー。まあできる人だと思うんだけどな、今の。結構動きがめんどくさかったんだよな。はい、行きましょう。ということで、はい。このクランも普通に強いクランなんで、わりかし相手も強いかもしれませんね、という感じで、オーブンかな。とりあえずオーブン置いていって、はい。ポイズンか。どうしようかな。とりあえずタルババでちょっかい出していくか。ちょっかい出していって、
うん、ポイズンランバーってことはもうゴレで、今ランバー入ってたマジ。俺がさっきさでも紹介した俺あれの三重車オリジナルなんで、割と多分こういうのを切ってランバー切ったんで、多分ねダクネしかいないんで溶かしにくいと思うんですよね。前にだからベビドラつけてあげてポイズン切ったんで、ジャイゴレ受けしてくるかもしれないんですよね。そうそうそう、なんで普通にインドロ出してあげて、あーこれ絶対にもうあれの方が良かった。ライトニングでワンパンだったやんけ、最悪だー、マジで最悪。いやきついですねこれ。全部先行だからまあいいんだけど、おやひょっこりな、おや暇だからちゃちゃ入れに来た、ちゃちゃ入れに来た。暇ですね、暇です。ちょっと待って、今らゴレたいあれやってるの、びっくりした、うるさいって言われるのかと思った。さすがにロイじゃん、ロイじゃん、お、めっちゃ入ってる。全然相手にしよう、キュー、これ2発いけるかな、これ2発いく、いくか、オッケーオッケーオッケー。あーこれ守るべきだな、いやだるいな、守りたくねえ。でもタルトが使った後でここでさ、メガがないから4コス切らせると大きいな。そりそそりそりそりそそりそり、はいはいはい、いくよ、これでメガ抜いて、ネクストがよいしょ、ライトニングとかなんかめっちゃ通るけど、絶対通るね、このライドでしょ、どうせ、はい、あ、おいしい、いや、おいしすぎる、勘弁してくれ。よし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 、ポイズンだと落としきれんから敵ゴール展開しなきゃいけんでしょ。はいはいはい、ライドラ切ったからこれ建物に寄せてあげれば絶対いける、よいしょ、うん、ポイズンでしょ、はいはい、オッケーオッケー、処理してあげて、おいしいな、おいしい、金で気づいたらめっちゃ削ってる話する、ほんまや。さすが、オッケー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 。これがさ、今さ、うん、そのロイジャイじゃない、ロイジャイじゃない、なんだっけ、ライドラ、うん、ライドラ入ってないデッキで、今、そのライドラに対抗できる一番強いデッキかなって思って、ほうほうほう、思ってるっていうか、まあ、昨日ね、KK 君が言ってたんだけど、ライドラ1921に行くんだって言ってたんだけど、でも、ライフライドラめっちゃ入れるくないデッキ。ライドラめっちゃ入れる。強いカード好きだもん。そう、強いカードしか使わない。俺もプロフィールに好きなカード、ライドラって書こうか迷ったぐらいだから。心配やないか。そう、俺がさっき出してさ、三重市のさ、でもあと2勝で三河さん取る追い越すぐらいに行ったの俺、おお、それもライドラ三重市だから心配やないか。何やつ、とりあえずオーブンかな、オーブン出してあげて、あ、おいしい、これいい、マルタコーンもいい、ヘクギキやな、ここで本当は後ろやだ、だるやりだり、やだやだ、3発、お、これしかも変わって、オッケー、変わる、よし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 、いけ、全部動く、あ、まあ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 、オッケー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 、飛べ飛べ、あはー、もういや、はい、これ軸2枚切った後でちょっとだるいな、まあ、メガ壊れてて普通にインドラかな、よいしょ、メガ壊じゃなかったんだ、まあメガ壊だとちょいさ、ちょいやっぱあれじゃ んやっぱインドラみたいなとこあるじゃん。わかんない。とりあえずとりあえずオープン立てていき、そうそうそう、迫撃来ないですかね、お、来た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 、こいつはディディディーン、はいはいはい、でこれオーブンいるから出しにくいな、めっちゃユニットが拾ってあげるか、仕方ねえから、よいしょ、出しにくいよ、これ取ったと、よいしょ、これは惜しみなく打っていく、はいはいはい、あ、いいね、いいよいいよ、あ、すごくいい、溶かせ溶かせ溶かせ、ボイがボイが溶ける、いいよいいよ、お、オッケーオッケーオッケー、めっちゃいい感じ、ライトに向けんない、ボイが飛んでいけ、うん、いや、これ暇だから出すとこ、暇だ、これコアモリかな、よいしょ、あ、そってる、
これで終わりだ。よいしょ。OK。おお、しかも最近これはライティングだろう。OK。ディーンディーンディーン。で、受けてあげて。ちょっとだるいな。ちょっとだるい。ちょっとだるいけど、オーブンでいける。お？なんだ、学んだ。やばい、ちょっとあっち向いた。だるいだるいだるい。まあまあまあ、言うてね、線までも削られんかんね、こんなん。OKOKOK。あとは、まあ、迫撃が来るな。はい、おお、はい、おしゃ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 インドラ先読みですか。溶かしていく。よいしょ。オッケー。おお、はい、まあ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 、まあ、これやな、まあ、これ勝って当然の相性みたいなのがあるな。先撃攻めで使ってくれば美味しいね。美味しいね。守りだとやっぱ無限に守られるからね。穴掘りとプラスで攻められて守りに突撃されて駒を攻めるのがだるい。おや、バカに封じんや。とりあえずオープン。名前はすげえ読みづらいけど絶倫じゃないですか。わからん。読むな。あんま自信ねえ。おいよ。よいしょ。あれ、嘘でしょ。疑惑でしょ。嘘でしょ。嘘つけ。なんだよ。こういう。わかんない。何も考えてなかった。なんなら何も考えてなかった。どうしようこれ。掘るかな。あ、いや今切ったんでいろんなカード。かぶってね。縦スキルならまだいいな。うんうん。オーブン構え。よいしょ。オッケー、よいしょ。オッケー。いや、でも待てよ。もう一枚上に上げといた方が良かった説が。ああ、逆サイド釣れるってこと。そういうことや。逆サイド、こっちのサイド攻められたくないんで、ロイジェイ出して、もし来たら、トリンドラ構えてあげれば、ホグが飛んできても、一発で抑えられると。まあ、こいつはもう、いらんかな。許してね。まあ。うん。やべ、構えてなかった。まさか来るとは。これアイスーピーだ。やめて、危ねえ。いいよ、これは何でもいける、何でもできる。あー、それはまあまあだるいな。あー、だるい。全然いかんかったわ、マジか。いや、これロケット来る、来る、来る、来ない、さすがに。そんなことにはいけんかな。あー、ミスった、ミスった。最悪や。ガチ最悪。こんなイドルブッチョ。OK。もう、不意打ち。何もできなさそう。お？来るか？来る顔してるか？行っちゃうか。行っちゃう？おー、おいしい。これ何もいないでしょ、ユニット。回してファルチャーしよう。はいはい。もしかもなんかホグが飛んでる。よいしょ。オッケーオッケー、いい感じよ、割と。敵の呪文が見えないですね。確かに怖いね、これ。めっちゃ前目に展開。ああ、ですよね。まだ全然破壊されないから、でしょ。これでファルチ来るから、ライトニングして。お、一発で飛ぶんだ、ベビート。これでもう攻めるしかないから、ここ。ギャンが来る。いけ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 、よっしゃ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 、あぶねー、ギリギリ。まあ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 、こんなもんです。ちょうどあれでロケたまる、今待ってた感じだね。たまってただろうね、きっと。あぶねー、あぶねー、あぶねー。ってことで、まあね、こんな感じなんですけど、どうすか。まあかな。まあまあ、ありがとうございます。ってことで、まあ、最後みかんさんと触れ場として終わろうかな。え、聞いてないんだ。聞いてない。聞いてない。聞いてない。やるか。え、それまた別の動画じゃない。それな、うん、それだ。また温めとくか、うん、ってことで、まあね、まあやっぱ、まあ、昨日10戦ぐらいやって、俺
9勝1敗ぐらいだった気する。いや全然俺は50勝ぐらいしたけど。まあいいや、そういうことですよ。ということで、まあね、今日はやったんでこの辺で終わりにしようかなと思います。まあね、ライドラ持ってない人も中にいるかもしれないんで、まあこれはね、ライドラに対策できるライドラなしのデッキということで、ね、まあ普通にライドラがいない環境でもめちゃくちゃ強いデッキだったんで、ライドラ以外にも対応できるんですよ。ぜひ使ってみてください。ということで、毎日ね、日本投稿やってるんで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、リカさん、何かありますか？チャンネル登録してね。お願いします。やめとこ、やめとこ、やめとこ。ということで、今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。バイバイ。